トロンボンカルテットル・グランブルーの金川です。4月7日午後8時よりツイキャスプレミアにて配信されるコンサートに先立ち、メンバーにインタビューをしていきます。まずは奥住素直です。インタビューを始めます。奥住素直です。よろしくお願いします。奥住素直さんはこのアンサンブルに入って何年ですかね。3年ぐらいですね。その前までは学生終わってからしばらくフリーで1年経ってました。1年経って、はい、ああそういう感じですね。一番最初にトロンボーンを始めたのは何歳ぐらいです。一番最初に始めたのは小学校5年生のクラブ活動です。でそのまあ私のとこに習い始めたんですけれども、その始めるきっかけというのは、始めるきっかけ、なんか最初にトロンボーンになった時に身長が高いからっていう理由でトロンボーンにされて、本当は嫌だったんですけど、でその小学校4年生の時だけトランペットを吹いていて、トランペットはすごい下手ってトロンボーンの方が合ってたみたいで、やっていくうちにトロンボーンが好きになって、で中学校に入ってそのまま吹奏楽部に入部して音楽系の高校に行きたいなって漠然と思い始めて、でその頃ネットヤフーかなんかで検索してこの上野のトロンボン教室が出てきたので通い始めました。あ、そういうことなんですね。で高校に入ってから、音楽系の高校に、はい、音楽系吹奏楽部の、強豪校で、かつ音楽の専門的なことが学べる高校に行きました、うん、じゃあトロンボーンをそのトロンボーンプレイヤーになろうと思ったのはその中学生の頃ぐらい。いや多分その頃はまだ考えてなくて、気づいたらトロンボーンでその音楽の専門の高校に行って音大に行こうってなんとなく自然にそうなってった感じです、うん、そうなんですね、はい。最近この1年間、コロナので活動がいろいろできなかったと思うんですけれども、その間はどのようなことをしてました。その間は本当に最初の頃、去年の4月の緊急事態宣言の頃は何をやっていいかも分からなかったので、とりあえずもう基礎練習っていう感じでずっとリップスラーやったりしてて、まあ、オンラインレッスンもやったりしてたんですけど、だんだんまあなんていうのかな、新しい生活様式みたいのに慣れてきてからは動画撮り始めたりとかしてます。動画はどこで見られるんです？TikTok に一応動画を上げています。はあ、どういうふうにすれば見つけられますかね。素直トロンボーンで検索すると出てくると思います。はあ、皆さんぜひ見てみてください。見てください。収録間際なんですけれども、はい。4月7日に配信する予定のコンサートの収録が、間際に近づいてるんですけれども、どのような感じでいますか。私自身配信コンサートが初めてなので、やっぱりこうライブ生の演奏会とは違った緊張感があるというか、こう繰り返し見られるっていうのはこう見てくださるお客様にとって利点
だと思うんですけど、演奏する側としては結構その繰り返し見られるっていうことはやっぱり生のライブ感ではないなんか緊張感がありますね。失敗できないとかはあるので、今からちょっと緊張してます。あ、今から緊張して、はい、今後このアンサンブルはどんなような感じでいきたいと思ってますか？やっぱり去年1年なかなか活動演奏会とかができなかったので、まあ、演奏会コンサートやったりはもちろんなんですけど、普段あんまりこうトロンボーンを知らない人たち、クラシックとかあまり聞かない人にも聞いてもらえるような場所で演奏したりとか、あとは年齢層も様々な年齢層、子供たちから年寄りの方まで聞いていただけるような演奏の機会をいただいて、いろんなところで演奏できたらなと思っています。ありがとうございます、はい。では最後に、4月7日の配信に向けて、何か一言皆さんにご挨拶ください。はい、このような状況の中でオンラインコンサートすることになったんですけれども、すでにチケット買っていただいている方ありがとうございます。でまだの方も、直前までというか当日も購入できますので、ぜひよろしくお願いします。短い時間ではあるんですけど、楽しんでいただけるように精一杯準備していきますので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。奥住素直さんでした。